アルトサックス、パウスです。フィルウッズのナンバーで、ジュリアンをお送りしました。ついでにソロついでじゃないけどキーボード前田優香子、そうですね、我々 B ジャズの演奏1時間いただいたんですが、あと何分ぐらい、30分ですかですね。曲が、あと3曲ぐらいはありますので、ちょうどかなと思ったりもしてます。次、の曲をお送りします。次は、B ジャズ活動を始めて丸10年、今年で10年なんですが、なんと、今までずっと封印してきたちょっとワルツというものに挑戦しようか、ちょっとね、3拍子っていうのがちょっと苦手で、もう4拍子か2拍子の曲はできるんですけど、3拍子の曲もちょっとやってみようじゃないかということで、そしてワルツに挑戦しました。その成果を皆さんここで聞いていただいて、まあ後でブーブー言っていただいてもいいんですんで今からビージャズワルツを、いやビージャズワルツないですけど、タイトルは違いますけど、ビージャズが演奏するワルツの曲をお送りします。マリア・シュナイダーという方の、作曲しました、ワルツ・フォア・トゥーツという曲をします。
ます、ワルツオブツーク、あ、ワルツフォーツークです。ソロ紹介します。ソプラノサックス、歌前美、ベース本谷隆、まあちょっと難しそうまあ三拍子っぽくないけど、まあ、三拍子なんで、はい、あのこれはあのビーダーズにしてもすごくチャレンジだったんですけど、まあいかがでしたでしょうか。どうですか。ああ、よかったですね。すいません、催促したみたいで、ありがとうございます。ということで、次は明るいナンバー、明るいナンバーというか、その前にまあ、ビジャザの、まあ、今年で結成丸10年になりまして、先日ですね、8月の29日富山県の方でちょっとコンサートを行いまして、その時にピアニストの宮島美宮さんという方がゲストで来ていただいて、いろいろレクチャーしていただいたり、美宮さん その作曲された曲を演奏させていただいたりとか、まあ、その曲を今からやるんですけど、まあ、そのうちの一つ、まあ、作曲ではないんですけど、宮島美宮さんが、編曲されたアニメのこの有名な曲を一曲お送りします。多分曲聴かれたら何の曲か分かると思いますけど、皆さん手拍子を一緒に楽しんでまいりましょう。
の曲か分かっていただけましたでしょうか。あれですね、国民的になりましたね、今ね、アニメの宮崎アニメのトトロですねの中の、散歩という曲をお送りしました。それをファンク調へアレンジされた曲をお送りしました。ソロ紹介します。バリトンサックス本庄美雪、キーボード前田由加子、というわけで、1時間ぐらいお送りしました。Bジャズのステージも、次の曲で最後になります。今ほど散歩という曲をアレンジされた宮島みぎやさんの、オリジナルの曲で東京という曲がありまして、それを、お送りしたいと思いますが、この東京について詳しい大川さんよりこの曲の説明をいただいて、そのつもりで聴いていただけるとすごくこの曲楽しめると思いますので、はい、はい、じゃあ大川さんよりちょっとこの東京という曲がどういう感じで作られたというのを説明いただいて、その後に演奏に参りたいと思います。こんにちは、大川です。突然振られましてびっくりしておりますが、はい、皆さんご機嫌いかがですか。天気も良くなってですね、実はこの東京という曲はですね、この宮島みぎやさん、宮島みぎやさん今サドメルのバンドの、後のバンドでバンガードジャズオーケストラで一緒に仕事をされている日本人、東洋人で唯一の人ということで、作曲家でもありピアニストでもありという方です。その方がですね、茨城の田舎から、お金をあんまり持ってなくて、その東京に出てきた時に、東京の歌舞伎町に行って、うわーなんてとこって、でいろんなところで、でも私頑張んなきゃっていうような、ことをですね、思い切って曲にしてしまった。この曲に出会ったのは私10年近く前なんですけれども、この曲非常に好きでですね、Bジャズでも演奏したいと言って皆さんにお願いして演奏させていただきました。今日はぜひ、楽しんでいただければと思います。はい、という説明なんですけど、よく分かってるのは分からないようなんですね。勝手にちょっと準備もなく振ってしまいました。ということで、Bジャズオーケストラ本日最後の曲東京を